じゃん。皆さんこんにちは。今日の電気を始めます。今日はあなた第20電気工事士筆記試験は通ったんだけど、なんかゆっくりやってなかったから最後までやり通すよシリーズ、イエーイ。はい、ということでですね、これ見て勉強してくれてた方いると思うんですね。いると信じます。なのに、こいつ自分だけ筆記試験取って、最後こそ練習やがったみたいに思ってる人いるでしょ、いるでしょ。最後までやり抜けようって思った人いるでしょ。はい、ということで、なんとね、はい、後期の試験もありますし、ということで、まあ一応これ最後までやりたいと思います。ということもありますしね、私もね、実技試験がね、もうすぐあるんですね。技能試験。というところでですね、ちょっとこれ覚えてないと、できないので、もう一回復習も兼ねてね、はい、改めます。はい、でですね、はい、じゃん、今日は屋内配線について見ていきたいと思います。はい、なんとですね、私理論のとこは結構やってたんですけどね、実技の方でですね、結構肝になるとこ全然やってなかったんですね。っていうのがありまして、これおっと詰め込みました。1日本をですね、ずっと読んでましたね。っていうのでね、やったんですけど、やっぱこの高木化するっていうのがですね、勉強がいいみたいなので、はい、見ていきたいと思います。はい、まずですね、この屋内配線っていうことで、皆さん家の中の配線どうなってるか知ってますかね。はい、前回ですね、私がうちの分電盤をちょっと公開したんですけれども、あんな感じで、あそこのところにですね、まず引き込み電線っていうのがこう来まして、まずこうまとまってるんですね、ここで。で、その配線を家の中で行うことで、これを例えばコンセントに持ってきたりとか、このエアコンに持ってきたりとか、っていう風になってるんですね。はい、ちなみに 200V のエアコンっていうのはコンセントの接続ができません。はい、直接配線が持ってくんです。で、分電盤をね、ぜひ皆さん見ていただくとですね、いろんなお部屋に分かれてたりとかね、機器に分かれてたりするので、そんな感じで配線って分かれてるんですよ。っていうのを、どういう仕組みになってるかっていうのがあるんです。はい、それです、今日は。はい、ですね。じゃあ、まず、皆さんにクイズいきましょう、クイズ。はい、いつものクイズ。じゃん !1 番目。はい、使って、うちの設定されているブレッカー以上の電気を使うとどうなるでしょうか。じゃあ、4択いきましょうね。はい。1、何か、魔女が現れる。2、爆発する。3、停電する。4、何も起こらない。シンキングタイム。じゃんじゃんじゃん。回るよ、回るよ。回ったよ。はい。正解は、そうです。3番、停電するんです。はい、そうなんですね。あ、これ、家庭の場合ですからね。高圧の場合は、実は4、何も起こらないんです。その時は。ただ、請求にボンって乗ってきますね。はい、で、契約電力が上がるっていうようなことが起こるんですけれども、基本、家庭の場合はですね、はい、停電します。じゃあ、なんでかっていうとですね、これ、屋内配線の、この電線の太さとかっていうので、それ、許容量以上流しちゃうと、まあ、危ないんですね。ビチバチビチってなっちゃうわけですよ。ピカチュウが現れちゃうだけです。っていうことで、そういう風に安全上のとこもあるので、どういうブレーカーがあって、この太さの線には、これぐらいの電流が最大値ですよっていうのが決まってるんですね。はい。電気って本当に危ないですからね。感電しちゃいますからね。はい。ということで、まずね、じゃあ初めに見たいもの、需要率っていうものがあります。はい、これなんでしょうね。はい、そうなんです。需要率っていうことで、まあ、パーセンテージで表すんですけれども、簡単に言うとですね、設備容量を最大需要電力で、あ、逆ですね。最大需要電力を設備容量で割ったものなんです。はい、全然わかりづらいですね。どういうことかと言いますと、例えば、じゃあ、うちの設備、うちにある設備の合計使っていいですよっていうのが40アンペア分あるとします。じゃあその時に私がじゃあオーブンをやりながらドライヤーを使ってエアコンをやってガンガン電気とテレビをやったらどうなるでしょう。はい、落ちます。その時に落ちるのは需要率が 100% を超えているんですね。つまり、どういうことかというとですね、付加設備容量、どれぐらい使っていいですよという電気機器だったりとか、電動機とかね、持っている家電なんかの付加、付加
っていうのは、まあ、家電とかね、電気使うものですの設備容量の総和を付加設備容量と言うんですけれども、はい、それ設備容量とも言いますね、単純に。っていうのを合計したものがうちの例えば 40W とかになるんですね。はい、その中でどれぐらい実際使っているかっていうのがこの最大使用電力になるんです。はい、なのでどれぐらい使っているか、全部の使える容量に対してどれぐらい使っているかっていうのがこの需要率になるんですね。はい、ちなみに最大需要電力っていうのはですね、ある期間、まあ大体1年間ですね、1年間をとって一番使っているこの30分間のところになります。あ、一番使っている30分間かける2なんですけどね、実はね、っていうのが最大需要電力って言いまして、1年の中で一番使ってる時っていうことなんですね。はい、通常夏のエアコン機だったり冬の寒い時に暖房を、ガンガン焚いている時っていうのになるんですね。はい、っていうのが、最大需要電力、つまり一番使うところなので、家のこのアンペア数決める時っていうのはこの最大需要電力を元にするんですよ。だってこれ超えちゃうとしょっちゅう停電起こるじゃないですか。そこを、超えないようにアンペア数設定するんですね。だから私がねしょっちゅうねこの停電ばっかりしていると50アンペアに引き上げるわけですね、っていうようなことになってます。はい、それが需要率なんです。で、この需要率っていうのは、実際に試験には出てきません。この言葉自体は。ただもう概念としてすごく大事になってきますね。っていうことなので、はい、しっかりと覚えておいてください。はい、じゃあ、ちょっと例題いきましょう。はい、クイズその2問目、ピッ。はい、じゃあ 45kW、75kW、80kW の付加設備があります。まあ、結構大きいですね。なんでしょうね。はい。大きい流しそうめん機かな。はい、その需要率が 80% の場合、最大需要電力は何キロワットになるでしょうか。はい、シンキングタイム。45、75、80、80、難しい。はい、シンキングタイム終了。ちなみにですね、第2次電気工事士試験電卓持ち込めませんでした。はい、なんで、計算苦手な方ね、電卓使っちゃうとね、あれなんですよ、私みたいにほんと計算できなくなりますからね、このちゃんとね計算ができるように。はい、ということで付加設備をまず全部足します。45+75+80 は 200kW になるんですね。で、最大需要電力、需要率っていうのが 80% だそうです。というと、その設備の 80% 使ってるのが最大需要電力になりますから、 200kW×80% っていうのが 160kW になります。これが最大需要電力なんですね。はい、簡単、非常に簡単でした。はい、計算ミスさえしなければね、取れる問題ですね。はい、ということです。じゃあ実際それをこの、実践のところにちょっとずつね移行していきますね。はい、で、これ見てください。はい、じゃん、私の力作。はい、これ配線図の一部になるんですね。はい、引き込み蛇口っていうのがあります。ここからね電気が入ってくるんですね。電柱があってチュルチュルチュルってあるね、そこのところなんですけど、私んちだとこの玄関の裏にあるんですね。はい、で、ここから入ってきまして、まず大元がいるんです。大元、何事も大元がいますね、会社の社長であったりとか、部長とかね、そう、部長がダメって言うと全部がダメになるみたいなね、そういうもの、大元がいます。これを引き込み口開閉器って言うんですね。ちなみにこのね四角の B っていうのはこれ、ブレーカーのマークです。はい、っていうので覚えていてください。ブレーカーって言いますね、私ね。で、この引き込み口開閉器っていうのはですね、必ず設けられているんですね。そしてこれ、この分かれているとこありますね。そこまでのこと、これ幹線って言うんです。まあ、要はあの幹ですね、本当に。あの木の幹で枝葉分かれしてる、その幹の部分になります。で、この幹線を守るためにですね、家電連遮断器っていうのも設置するんですけれども、大体のものはこの家電連遮断器っていうのと引き込み口開閉器がもう同じものになってます。ガッチャンコになってるんですね。はい、で、それを配線用遮断器って言いまして、このブレーカーなんですね。はい、 B です。ブレーカーじゃないですよ、ブレーカーですからね。はい、
これは、開閉器の役割も兼ねているので、ブレーカー1個あれば OK。 皆さんのお家もね、ブレーカーですね、2つあるとこはね、なかなかないと思うんですけれどもね。はい。でちなみにですね、現行実施試験ですね、あの写真問題結構出るんですね。はい。で、これですね、配線用遮断機、まあいっぱい種類あるんでね、これまた説明しますけど、これ、はい、これです。あのポイントとしてはですね、まあ、まずスイッチがありまして、入れる切るっていうのがあって、でこのね、写真じゃね、わかんないんだけど、これ老眼の人きついかもしれない、この下をね見ろっていうような回答が書いてあるんですよ。これほんとね、はずきルーピー必要なんですけど、ここになんか書いてあるんですよね、何ボルトとかね、そういう風に。でこれを見て、このね表示があるんですね、 2P2E 二極二素子ということでね、はい、書いてあるんですけどね、これをここの書いてあるっていうのを見てっていうんですね。はい。これまあね、まあ現場でもちっちゃいから、テストでもこのちっちゃいのをね読めるようにしてくださいっていうことなんですかね。はい。まあ車の免許みたいなもんです。メガネしてる方はメガネちゃんと持ってきてねみたいな感じですね。はい。でそこにブレーカーがあります。でさらに枝葉分かれしてますね。これを、分岐回路っていうんですね。はい。そのまんま簡単ですね。はい。で分岐回路っていうのがありまして、これがあの見ていただいたブレーカーのこのちっちゃいお部屋 A、 お部屋 B とかね、お風呂とかそういうものになります。な感じで家の中でバーって分かれてますね。だいたいまあ10個から20個ぐらいに分かれてんじゃないですかね。はい。でここにも1個ずつね、こうやってブレーカーがあるわけですね。これも分岐開閉器、そして過電流遮断器っていうのがあるわけですね。そしてその先にやっと、負荷があります。はい。負荷、普通の人だとね、負荷って言われても分かんないですよね。テレビとかね、その電気とかのことなんですけどね、負荷なんか生まれるんですか、ピヨピヨみたいな感じですよね。はい。まあ要はこれはあれです、まあ専門用語、負荷って言うとちょっとかっこいいからね、はい、あんまするとね嫌われちゃいますけどね。はい。はい、っていうことになります。でこれがですね、全部電線でつながってるわけなんですけれども、この電線っていうのが許容量以上流すとですね、バチバチバチっと事故るんですね。はい。危ないですからね。はい。なのでこの電線の太さ、あんまで必要以上に太いのを使う必要ないんですね。はい。なので、こんぐらいの負荷があるので、こんぐらいの電線の太さにしますとか、ここの、ブレーカーの容量はいくらにしますっていうのを決めるわけですね。はい。で、安定して負荷設備を使用できる電流のことを低角電流って言うんですね。はい。そのままですね。で感染っていうのはですね、この分岐回路に接続しているね、10個とか20個全ての負荷の低角電流の合計が流れたとしても安全を保てる太さの電線を使います。まあ、全部をねバーって使った時、ここに一気にいろんな電流が流れるんですけれども、そんでも OK な容量の太いものを使うってことですね。はい。まあ、全部使うこともありえますからね、パーティーとかするとね。はい。いろんな人がいろんな部屋にいるかもしれないですからね。でこの感染の太さを決めるっていうのはですね、これ何によって決めるかっていうと、全部足せばいいんじゃないのっていうんじゃないんですよ。なんとね、これね、そうなんですよ。はい。見てください、この負荷の部分ですね、 M と H っていうのがあるんですね。 M って何の M でしょう。 M コイン、 M コインじゃない。はい。これは、モーターです。はい。電動機のことですね。でモーターっていうのはですね、クルクルクルってやってね、バーってね、あのモーターなんですけれども、はい、これ起動の時に実は電流バッて使うんですよ。でもその後もうこういう感じ、ピッポーンって感じなんですね。なんでこの一瞬だけね、電気をポーってなんなきゃいけないんですけど、ここで頭ちょん切りされちゃうとですね、モーター動かないわけですよ。ただこれずっといるわけじゃないんですね。なのでこのモーターがある時っていうのはちょっとね、この線太さっていうのを、線の太さ以上にブレーカーのその落ちる容量を上げとく必要があるんですね。じゃないとすぐ落ちますからね。はい。っていうので、実はこのモーターと H は
その他の服です。電動機じゃないやつっていうので、なんか計算式があるわけなんですね。はい。で、じゃあそれについて見ていこうと思うんですけれども、はい、チェックの口じゃん。はい、これね、パターン分けですよ。得意のパターン分け、よくね出てきますよね、数学とかね、パターン分けっていうので、はい、出てきます。じゃあこの I っていうのは電流ですね。はい、 I love you の I です。はい、 I は I love you の I で、この IM っていうのはこのモーターのとこの電流ですね。はい、今回1、2、これ全部足します。1、2っていう風にあるんですけど、1、2足します。で、この IH っていうのはそれ以外の負荷のところの電流になりますね。はい、っていうのをまず比較するんですね。じゃあ丸1のケース、2ケースありますからね、まあ、3ケースあるんですけど、はい、1のケース、じゃあこのモーターの負荷の容量っていうのが、このその他の負荷よりも小さい、あ、嘘、以下ですね。よりと以下違いますからね。以下は含むけど、よりは含まないですからね。こういう引っ掛けがあるわけですよ。で、その時にこの IW って、あ、私は消えた。で、この IW っていうのは幹線のこの定格電流になります。この幹線の定格電流をね、今決めてるんですけど、 IW の最小値、つまりこの幹線はこれ以上の電流流れられる、線にしてくださいね、太さっていうこと。まあそれ以上ならいいんですけど、太ければ太いほど電線高いですからね。はい、この辺経済効率的にね、電気工事事務所はね、はい、ベンガル電気工事事務所やりますからね。で、このじゃあ幹線の電流、定格電流の最小値っていうのはですね、その場合この IM っていうのと IH になります。まあつまり全部足すんですね。このモーターの方がその他より小さい場合っていうのは、全部足した値っていうのが幹線の定格電流になります。これ一番シンプル、全部足せばいいから。じゃあ全部足さないケースですね。はい、その時は何かと言いますと、この、モーターの定格電流っていうのがその他負荷よりもの合計よりも大きいんですよ。モーターの方が大きい時、その時っていうのはちょっとね、加味する必要があるんですね。はい、じゃあケース分けます。50アンペア以下と50アンペアより上っていうので分けるんですね。じゃあまず50アンペア以下の時、モーターの定格電流の合計が、その時はですね、この幹線電流の最小値っていうのは、単純にこれ全部足すんじゃなくて、このモーター、さっき言ったように、ね、端がピンって動くわけですから、ちょっとね、考慮しないといけないんですね。はい、なんで 1.25 かけるこの IM の合計値ですね。はい、モーターの方の定格電流の合計値、 1.25 かける IM 足す IH になるんです。 1.25 かけですね。これ注意は、IM だけ 1.25、 その他は普通に足しますからね。これどっちも 1.25 やっちゃうような引っ掛け問題とか出ますからね。はーい、よじい、はい、経験者も語る、うん、先輩キロリ。はい、で次2番目ですね。 IM が50アンペアよりも大きい時っていうのは、この幹線の定格電流の最小値っていうのは 1.1IM たす IH になるんです。はい、これね、50アンペアより大きいって結構大きいんですね。ってなった時は、まあまあまあ大丈夫でしょうっていう感じで 1.1 に緩和されてますね。はい、っていうことで、こんな感じになります。これね、出ますからね。これ出たんじゃないかな、今回わかんないけど、うん、先輩気取り、はい、また言ってる、くどいって思ったりしよう。だって嬉しいんだもん。はい、はい、っていうことなんですね。はい、で、さらにこれね、今基本的にやってますけど、さっき需要率計算しましたね。ここにじゃあ需要率どんぐらいですよってなってる時は、これに需要率掛け合わせるんです。なんか 80% ですって書いちゃったら、この出したものに 80% かけて 80% の、量でいいですよっていう感じになるんですね。はい、もう大丈夫ですね、これはね、うん、大丈夫ですね。はい、じゃあちょっとね、例題をねやってみようと思うんですね。はい、じゃあ、図のよ、あ、じゃあこっち見てくださいね。はい、これ、はい、こうやって幹線がありまして、はい、図のように、三相電動機と三相電熱機が低圧屋内幹線に接
続されている場合、感染の太さを決定する根拠となる電流の最小値は何アンペアか。はい。ただし、受容率は 100% とする。はい。あ、受容率のこと何も言ってないとき 100% だと思っていいですからね。はい、だいたい言ってくれない。はい。じゃあ、この、定格電流っていうのが与えられてますね。じゃあ、ここ上から15だとしますね。はい、どうでした？はい、クイズその3ですね。はい、モーター2つが30アンペア、その他服が15アンペアの時に、その幹線の定格電流を決める根拠となるものは何でしょうっていうことなんで、はい、これ計算問題ですね。はい、これです。まさに、はい、これを使いますね。はい、じゃあまずはこの IM と IH を比較する必要がありますから、これ足しましょう。じゃあ IM に関しては今回30、30で60ですね。はい、でこのその他に関しては15アンペアで30アンペアになります。はい、でじゃあこれですね、電流。はい、どう考えてもこのモーターの方がでかいですね、60アンペア。はい、ということで、はい、こっちのね、下の方になるんですね。はい、IM の方が大きい場合で、さらに、じゃあその時分かれますね。50アンペア以下なのか、それ、50アンペア以下なのか、それより大きいのか、で、60アンペアっていうのは50アンペアよりも大きいので、この2の2になるんですね。はい、そうすると、この IM の方に 1.1 掛けになります。で、はい、じゃあそれを足し算すると、60アンペア ×1.1 足す30アンペアになりますので、96アンペアっていうのが正解になりますね。はーい、できましたね。もし試験中変わったらですね、ちっちゃいマナちゃんがこの辺にいますから呼び出してくださいね。きっとこそっと教えてくれますからね。はーい。ではですね、はい。もう一個クイズタイムに行きますね。はい。はい、じゃあ今度はですね、はい、いきます。定格電流12アンペアの電動機が5台接続された単相二線式の低圧屋内幹線がある。この幹線の太さを決定するための根拠となる最小値は、何アンペアか。ただし受容率は 80% とする。はい、これもあれですね、同じですね。まあ、ここの数が違いますね。今度定格電流12アンペアが5台ということですので、はい、じゃあちょっと色を変えようかな。色ね、いつも黒しか使わない、忘れちゃう。15アンペアが5台ですね。はい、なんでこの L っていうのは15アンペアが5台あるわけです。その時に幹線のものを出してくださいってことなんです。じゃあどうしますか。はい、じゃあ4、はい、そうですね、15アンペアの5台をまず計算します。15×5、 はい、電卓使わないで、5×25×5×1=75アンペア。はい、ブーこういう風にやって間違えるわけですよ。ちゃんとね、暗算してこないと。 12×5 は60アンペアですね。はい、で60アンペアで、今回は受容率出てますね。はい、でここでポイントなの、60アンペアじゃないかっていうので、 IH ないからこれ0ですよ。 IH ないだけ0と考えるんですけど、え、じゃあ2の2のパターンじゃねって、60、50より大きいからって思うじゃないですか。なんなんですけど、まず受容率を先にかけるんですよ。ここがミソ。60アンペアと50アンペアを比べるんじゃなくて、受容率をかけます。なんで 80%、 60アンペアの 80% なんで、68アンペアですね。っていうと50アンペア以下になるんですよ。で、それをここに当てはめるんです。なのでこの2の1になるんですね。はい、引っ掛けということで、そうするとこの 1.1 掛けじゃなくて 1.25 掛けになるんですよ。ここポイント、受容率を先にかけるのだ。はい、で、はい、そうすると 1.25×、 はい、 IM は48アンペアでしたね。はい、で IH0 ですからね。はい、ということで、そうすると答えは60アンペアになるんです。
はい、感染は6時アンペアにしてくださいねってことですね。はい、ここポイント、はい、授与率先駆けのポイント、これよく忘れる、はい、忘れないで、はい、この YouTube をね、3回ぐらい見ればね、家でも覚えますからね、うん、そのためにうざくしますからね、はい、これ皆さんの暗記のために私うざくしますからね、はい、これ先生いたでしょ、うざい先生、でも意外と覚えてるんですよね、そういう先生のことね、はい、ということで今日は屋内配線の使用率と感染の定格電流の最小値の出し方について、勉強しました、はい、ということで今日の勉強法を終わりにします。皆さん今日もいってらっしゃい。後半の後期の試験受ける方頑張ってね。